築地一の座敷の奥で玉姫様の発作が起きる。肌の色は五色、深みは蛇に放射する。ほらを抑えきれない、十数神経地球に移り、十万馬力の破壊力で生きてきた姫様らしい。あなたの話が理解できない、異常な発火の音の中で六感はさえ渡る。神秘神秘、月に一度現象赤い月の夜、座敷の奥で玉姫様の発作は続く。獣なりの体温、眼光は稲妻、逆流する血液を抑えきれない。衰退、地球に移り、十万馬力の破壊力、レディピゼリク玉姫様らしい。もう何も見えない、もう聞こえない、あなたの話が理解できない、異常な発感の音の中で六感はさえ渡る。神秘神秘、月に一度、神秘神秘、神秘の現象、ああ。